水循環のモデル図水循環とは、太陽エネルギーを主因として引き起こされる、地球における継続的な水の循環のこと。片晶、液晶、気層間で相互に状態を変化させながら、蒸発、降水、地表流、土壌への浸透などを経て、水は地球上を絶えず循環している。水文学的循環と呼ばれることもある。水循環の主要な流れは、蒸発散から凝結から雲の形成降水、流出である。太陽エネルギーと重力により、このサイクルが止めどなく繰り返される。なお、降水のうち、河川となって海へ戻るのは全体の3分の1であって、残りは再び蒸発して大気中に溶け込んでいるとする見解がある。水文学におけるリザーバーとは、水循環の過程で水が存在する各空間を表す言葉である。水の最大のリザーバーは海であり、地球上の水の約 97% が存在する。次に大きなリザーバーは、氷管や氷河で約 2% の水が存在する。また、生物の体内に存在する水の割合が最も小さい。水循環における水の総量もしくは総重量、並びに各リザーバーにおける水量は基本的には一定である。これはつまり単位時間中に各リザーバーに流入する水量と流出する水量が等しいことを意味する。右の表は陸地と海洋における水の入り出量を表したものである。例えば、年107-103キロ立方メートルの水が降雨として地表に降り注ぐとき、陸地から蒸発した水量71-103キロ立方メートルと、地表流や浸透して地下水となる水量36-103キロ立方メートルの合計は等しい。水循環における滞留時間とは、水1分子が各リザーバーに滞留する平均時間のことである。地下水は1万年以上地下に止まっていることがあり、特にその期間が長いものは化石水と呼ばれる。水が土壌中にある期間はごく短い。これは土壌が薄く広がっていて、容易に大気中に蒸発したり、河川などに流れ出たり、地下水となったりするためである。蒸発して水蒸気となった水は、およそ9日ほどで凝結し、降雨などの形をとって、再び地表に降り注ぐ。水文学において、各リザーバーにおける水の滞留時間を推定する方法は、概して2つある。広く用いられている方法は、質量保存の法則に基づくもので、各リザーバーの容量がおよそ一定であると仮定した上で、その推定容量を各リザーバーにおける流入量で割って、滞留時間を算出する。概念的には、全く水が流出しない状況下で、各リザーバーの容量を空の状態から満たすのに、必要な時間を計算したものと考えればよい。もう一つの方法は放射性同位元素を用いるもので、同位体水文学の領域である。地下水の滞留時間計算においては、この方法が取られることが多くなってきている。地球上の蒸発の 86% は海洋で起こるが、その再帰化熱によって温度を下げる。水循環の効果がなければ、地表の温度は摂氏67度まで上昇すると NASA は予測している。太陽エネルギーの多くは、赤道付近の海水温を上昇させる。蒸発した水分は風によって運ばれ、主に熱帯収束帯で凝結し雨となって降り注ぐ。この際、熱を放出する。さらにこの熱が蒸発を引き起こすという具合で、大気循環が起こっている。ここ1世紀以上にわたって、水循環の周期は加速している。つまり、蒸発量と降水量がともに増えているのである。これは、気温の上昇が蒸発を促進することに起因するもので、地球温暖化の影響として予想されていた。氷河の後退も水循環の変化の一例である。降水による氷河への水の供給量が、融解や昇華による減少量に追いつかなくなってきている。水循環に影響を及ぼす人間の活動としては、などが挙げられる。水循環は、生物地球科学的循環の一つであるが、生態系における他の物質循環には、炭素循環や窒素循環などがある。水が地球表面を流れるにつれ、土壌や鉱物、水溶性物質などを共に運ぶ。陸地から流れ来る地表流によって、海には絶え間なく塩分が注ぎ込まれているが、水が海から蒸発する際、塩分はそのまま海水中に残る。このため、一般的に海水の塩分濃度は上昇する傾向にある。人の体液塩分濃度は約 0.9% に保たれているが、これは進化の過程で、脊椎動物が陸生化した当時の海水濃度に、その浸透圧調整能を固定化したためである。その後海水濃度は上昇し、現在は約 3.5% である。ありがとうございます。